中いたらもうすぐ一日が終わるから気をつけてください。電気毛布使ってない。でもなんかおばあちゃん家に電気毛布あった気がする。あれ違ったかな。でも電気毛布は多分一回使ったことあるんですけど、めちゃくちゃあったかいよね。電気毛布の魔力やばい確かに出れなくなりそう、布団から。うん、ウギナギチューブの焼肉違和感面白かった。よかったです。ただひたすらにハマが面白い YouTube です見てください。今日すごいお腹鳴るんだけど、なんで？ぐるぐるぐるって健康の証拠。ご飯は全然食べました。もう普通に食べました。なんかね、お腹空いてなくてもね、何かしら食べたいと思ってしまう。まあ、健康ってことですよね。鼻かゆい。確かに今腸が動いてるんですね。湯豆腐でした。いいね、湯豆腐。湯豆腐も美味しいよね。たまに家で出るんですけど、なんか周りが豆腐で真ん中に、なんて言うんだろう、豆腐をつけるタレがあるお鍋あれめっちゃ好き。それをね、お母さんに食べたいって言うとね、おお安上がりだねっていう言われる。でも美味しい、安いし美味しいし、湯豆腐最高。うちの母と似てるいやでもお母さんね、まあ、安上がりほどいいものはないと思いますあ卵オムレツとかね。なぎさキャンん、キャンティック、
かりんがあの牛タンなぎちゃんと食べたかったって言ってたよ。ふう、優しい。ね、でもあかりんなら本当に分けてくれそう。うん、目の周りがピンクで可愛い。いや、ね、確かにそう、今日のメイクがのピンクに見えるんですよね。今日ね、めっちゃ朝急いでてなぎ、そう、まあ、いつものことなんだけど、結構あのメイクめっちゃ適当なの今日。でもエクセルのなんか使った、うん、パーパーって塗って、二重にピンピンって塗って、はい、オッケーみたいな。でちょっと下にポンポンって塗って、今日はちょっとね、でも見た目はそんなまあまあって感じでしょ。で紫なんだよね本当は、まぶたピンクに見える。でもエクセルは本当に適当に塗ったとしてもなんかうまく塗ってるように見えるとこがエクセルのすごいところですよ。エクセル本当にいい、お気に入り。エクセルっていうなんかメイクの化粧品のなんかプチプラなんだけど、名前があるの、機械の方とかではなくて、そう、ちょ、なんかめっちゃ白くなったそれ、ね、マイクロソフトではないです違います。前髪めっちゃ伸びたね。でもね、切ってもらったんですよ前髪、パッツンにしてもらった。ちょうどだから目にかからないぐらいの長さです。次の動画明日なぎなぎチューブが上がるよ。でもちょっと夜かもな、9時とか9時半かな、9時半に上がると思います。そう、なぎきん TV 楽しみ。パクリみたいになってるよ。フードをかぶるとこうなります。ラップしそう。いよいよ
ね、でもこれはちょっと紅芋みたいな色で可愛い。100円ショップで最高いくら買ったことある？100円ショップ？そんな買ったこと、あるかな？あるかもしれない。でも100円ショップで結構お菓子とかもよく買ったりしてたんですよ、昔。でも3000円以内、そう、お菓子で結構ね100円だと思ってね、めっちゃ買っちゃうんですよね駄菓子屋みたいな感覚。そう、100円。あとなんかなんだろう、何買ってたんだろうね、なぎ。スリーコインズはね、ちょっと、行ったことなくてね、ていうか見たことすらない。見たことあるかな、もうどこにあるとか知らない、全然。なんかスリーコインだとなんか100円ショップに慣れてるみんだからすごい高く思っちゃう。なくて、こたつは寝ちゃう、わかる。だけど学校から帰ってきてこたつでよく寝てましたね。ある意味ちょっとルーティーンだったそう、学校通ってた時で、お母さんがお仕事から帰ってきてこたつ消しなさいって言われるっていうそうなのよ。そう、喉カラッカラになる、本当に。あれ本当やめた方がいい。もうね、なんか張り付くって感じの喉の乾き具合、本当やばい。でも幸せなんですよね、日常なんかこたつに入って板チョコを食べたりとかみかん食べたりとか、なんかいろんなこと、いろんなの食べてた。ポテチとかね。とお菓子ばっかり食べてた。しかもなんかそう、中1とかかな、板チョコを毎日1枚は食べてましたね、学校から帰ってきて。結構やばい、今考えたらすごいやばいんだけど、1枚軽々と食べてた。なんか CM でそう、あの板チョコをねそのまんまカリッて食べる、パリッと食べる CM を見てて、それを見てなんかいいなと思って食べるようになっちゃった。そう、中1の時はねやばかったですね。太らなかった？なんか確かに中1の頃は何食べても太らなかったです。なんかそんな板チョコ食べても大丈夫だった。
タワー来てる、本当だ。ですね、お、銀ちゃん、銀ちゃん、アットマーク、なぎさ大好きななぎなぎ柱、12月8日、明日誕生日です。おお、まずはタワーありがとうございます。そして銀ちゃんおめでとうございます。明日が誕生日、すごい、あ、おめでとうございます。ハッピーバースデーね、そう思ったよ、15周年と一緒、すごい。え、友達に距離を置かれたらどうする、すごい、これ悩み相談距離を置かれたら、距離を置かれたら、自分だったらとりあえず放置距離置かれたら別にそのまま、すごい肌が白い、放置しちゃうかも。いや一回、すごいすごい、肌白すぎ、肌白い一回、そうですね、ちょっとごめんね、顔が、そう、放置っていうか、そうですね、3人グループの1人に距離を置かれてるの。3人グループ、なんかさ、3人グループってちょっとあれだよね、ちょっとなーりみたいなとこあるよねなんかさ、3人だと誰かが1人になっちゃうんですよ。これは多分ね、あるあるだと思うんだけど、4人だと2-2でまあ別れられるじゃないですか。3人だと2人1人になっちゃうことが、そう、派閥というものができちゃうことがある、なんない時もあると思うけどね。だから結構気を使う人が絶対いるんだよね。だから気を使われてるとかではないそういうわけじゃないか。あ、ちょ、今ちょっとスクショタイム来ちゃった、待って、ありがとうございます。そう、多分気を使われてるんだと思いますよ、分からないけど、距離を置かれてるってことは、うん、仲良かったのに急に距離ができたの、そう、多分それは本当にそういうことだと思う。仲がいいけど近くにいると一人になっちゃうからとか、そういうことじゃない。うん、一緒にいる時間にストーリーでストレスって言われんの、ちょっと待って、ストーリーで、それはさ、裏タグというものでストーリーにあげてるの、それとも目に見える場所でストーリーにあげてストレスなんだよねみたいに言われるの。まあでもなんか表で言われた方が、まあむしろ清々しくて好きだけどストレスがたまるっていうのは多分気を使うからってことでしょ。でもね、これいじめではないと思う、裏のストーリーか、裏か、でもあれだよね、なんかそういう、なんて言うんだろう、ちょっと変な空気になることってね、友達同士って結構あると思うんだけど、でもね、そういうのってなんか 1-2 年とか経ったら
どうでもよくなっちゃうよ多分。そう、なんかね、大人になれば本当にいろんな考えが変わって、また新しい関係ができる本当にそう思う。その方が何歳かは分からないんですけど、ゼミの女の子とその子しかいなくてどう接するか悩んで、いや毎日会わなきゃいけないパターンだ。なるほど。まあ裏で言われてんのって嫌だよね。じゃあもう普通に裏のストーリー見ちゃったんだけど、あ、でもそれもちょっと聞くのもあれだよね。こちらから露骨に避けるのが一番。逆に？あ、逆にね。逆に相手と同じことしてみたら。こっちもあからさまに避けて気づかせるっていう私裏のストーリー見てますよって陰口を叩く人とは距離を取った方がいい。遅かれ早かれ裏切る人あ、深いですね。確かにそれは本当そう思います。帰りの電車が一緒で話しかけれないから一緒にいるの疲れちゃう。帰りの電車も一緒なの？つらつらつら。でもまだ、まあでも3人、そのもう一人の子はどう思ってんだろうね。もう一人の子に相談してみれば。でもその本人がいる前でこそこそ話は絶対ダメだけど確かに初見さんだったね。でもなんか凪そういうさ、友達関係でなんかめっちゃいざこざにあったことってさ、そんなあっても小学生とかさ、小学生でしかなかった、凪そういうの。でもなんか今考えたら結構友達と会ったいざこざとかって結構ね、なんか笑える、今考えると笑えるのすごく。でもね、小学生のあれだから全然あのヘナヘナとした内容。ていうかまずさ、なんかめんどくさがり屋だからなんかその関係を置くんだよね一回ね、どうでもよくなっちゃうんだよね。ずっとそのてか同じ悩みに縛られるのが大嫌い。
相談ありがとうございました。だってパチパチ、よかった。解決は分かりませんが頑張ってください。悩み事は置くの、なんか悩み事って忘れちゃえばもうそれは悩みじゃないよねって思う。置いてるうちに忘れる。なるちゃんとそういうとこ似てる？似てる？確かになるってさ、すごい精神年齢高そう。しっかりしてるよね。それめっちゃ思う。なんかあれ人生何周目なんだろうみたいな。めっちゃ思う。今日なるちゃんにメールで隠し撮り、嘘マジ隠し撮りされてた。え、撮られてた、全然気づかなかったんだけど。なるに嘘、え、どんな写真か気になるけど見せてほしいけど、それはダメだね、プラメだからね。全然気づかなかった。いつ、どのタイミング、ラジオの写真、でも寝てもいないんですよね、ラジオの中の写真。全然わからない。わかんない。え、確かにラジオはあったんですけど、そうだっけ。なぎ、でもね、隠し撮りとかされたら結構気づくんですよ。そう、その私が気づかなかった隠し撮りがうますぎる。見てみたいですね。確かに目の前で、目の前になるが座ってるタイミングあったんですよ。でも携帯持ってたかなっていう。専用専門家猫。面白い、隠し撮りなんで送るの。面白いね。なるちゃん、なぎちゃんの写真よく送ってくれるよ。そうなの。マジ。嬉しい。右めっちゃ空いてる。ここなんかね、真ん中に来ようとするとね、こうやって寄しかかっちゃうんだよね。今寄しかかってる状態。
部屋白いね。そう、私ね、部屋はね、白で統一するのが大好きなんですよね。そう、寄りかかる？寄しかかってるって言わない？あれ？寄しかかる、え、寄しかかるって言うよね。嘘、寄りかかるとも言うけど、寄しかかる、え、言わないのかな、うちだけ？寄しかかって何何みたいな、あれ？言うよ、札幌だけど。じゃあ北海道の方言なんですかね。なんか最近ショールームすると、方言みたいみたいに言われることたまにあるんだよね。なんか自分ではさ、方言そんなないと思ってたんだけど、なんか話してるうちに出るんですね、気づかないうちに。知らなかったわ。すごくないね、確かに聞き流さないってすごいよね。ちゃんとなんか、え、寄りかかるじゃないみたいな。ネギだったらさ、絶対見てても聞き流しちゃうと思う。すごいね、みんな耳がいいんですね、察知能力。だべえ、だべえも言うな。だからなんとかって言ったべえみたいな。でも結構なんか、なんとかって言ったべえみたいなのって怒り口調に聞こえるのかなって思う。だから何々やれって言ったべえって結構なんか怒ってる口調に聞こえるよね。横浜の人めっちゃ使う。あ、タビは横浜なの？なんかもう分からん。タビさ、差がつくのかな？北海道だと。とかダベヤー、ダベヤーも使いますね。よいしょ。あ、スクショです。稲垣吾郎さんがツリーありがとうございます。稲垣吾とりあえず稲垣吾郎さんツリーありがとうございます。稲垣吾郎さんはあのメンバーの名前だった。なんかさ、漢字じゃなかったから普通に名前かと思っちゃった。え、名前なんだけどさ、あの普通にあの稲垣吾郎さんって感じに思わなかった今。
やっぱ漢字だとわーってなるんだけど、全部ひらがなだとなんかさね、見慣れてないからなのか。いやー、稲垣吾郎さんはでもね、知ってますよ。なんせ本コアに出てますから本コア大好きだからな。ぎ岩子出島、本コアの人って感じよね。本当にそう思う。うん。なぎちゃんの耳小さい。うん、よく言われる。なんかみかんみたいって言われたことある。小さいですね。確かに耳は、うん、みかんですね。うん、口も小さいって言われるわ。お、なぎちゃんに報告、生写真当たりました。おー、おめでとうございます。タワーありがとうございます。生写真当たりました。当たった。何の生写真だろう。ありがとうございます。今日は誕生日です。なぎなぎ祝ってね。おめでとうございます。誕生日ですか、いいね。うん、はーい。お腹空いたからピザ取ろうかな。うえ、ねえ、ドミノピザが今半額なの知ってる？テイクアウトするとね、半額なんですよ。知ってた？なんかでもテイクアウトしたことないんだけど、半額らしい。いつも半額なの。だけど、ね、ドミノピザね、そんな頼んだことないからね。そう、でも半額いつもなんだ。
すごい、それ、すげえ。でもなぎね、ピザで思い出したんだけど、なんか2年3年ぐらい前に福岡で握手会があった時があったんですけど、その福岡の握手会でめっちゃお昼とかに握手が終わったんですけど、あ、3時とか、お昼じゃないな、3、4時、4時5時ぐらいに握手会が終わって、そう、でもそのエイトメンが全然その時いなくて、しかも私人見知りだから、そのエイトメン以外の先輩とかとさ、あんまりその話したりできなかった時代だったの、3年前って。でなんかあんまり遊びに行ってご飯食べに行く相手もいないし、なんか悲しい話に聞こえるんだけど、そう、だからね、一人でピザを頼んだわけですそう、一人でピザを頼んだんです、私。そう、でもね、あのワンホール頼んだんだけど、普通にもうペロッと食べちゃった。でもなんか一人でそんなね、ピザを丸々て、あの、なんて言うんだろう、頼むって本当になんかまだね、そんな経験したことなかったから、ちょっとドキドキしながら頼んだこうやって電話して、ピザ1人前って、緊張した。いや、全部食べれたの、それが普通に。そう、普通に美味しかったちょっと悲しい話に聞こえるんだけど、まあまあまあ、エイトがいなかったから仕方ないんですよ、はい。今ならそんなことないんですけど、はい、すごいでしょ。なんかね、ケータリングっていうか、その時はもう夜ご飯の時にはね、もうホテルにいたから。そうなのよ。しかもなんかね、握手会会場がちょっと近くて、ホテルから、だからね、あんまり外もね、出歩くのもなって思って、コンビニすらね、ちょっと行かなかったんですよね。それでテイクアウトにしようって電話した。うん、テイクアウトっていうか、まあピンポーンってくる感じのやつね。うん、ピザってカロリーやばいよね。そりゃやばいですよ。もう美味しいから、だって美味しいものってカロリーすごいから。ピザで好きなやつは、ピザハットの
プルコギのピザと、あとは普通にもうねチーズ、もう4種のチーズ盛りピザとか、そういうチーズしか乗ってませんっていうピザが大好き。マルゲリータっていうよりそっちの方が好き、チーズしかって感じの。そう、ピザハットめっちゃ好きなぎてかもう昔からピザハットを頼んでた。ピザといえばピザといえばピザハットだと思ってた。でも北海道にさ、ドミノピザってある？なぎ見たことないんだけど、北海道で。東京に来て初めて知った。クリスピードーナツとかもそうなんだけど、もうね、ドーナツもね、ドーナツイコールミスドっていう感じだったからね、最初びっくりしたもん。なんかピザもなんか東京に行くとみんなピザといえばもうなんかドミノピザ、あドミノピザ頼もうみたいになるんですよ。え、ピザハットじゃないのそこはってなった最初はね。そう、店舗数多い、なるほどね。めっちゃ可愛い、フォローしました、ありがとうございます。フォロワーが増えた、ありがとう。ピザハットのピザ本当に美味しいよ。そのピザハットの中にプルコギのピザがあります。だから大晦日は本当にそれを食べてました私いつも。ピザハットのピザ毎年。チーズインロールも確かそう、なんかねピザの耳っていうの、周りの生地の周りの部分、そこにチーズが入ってるんですよ。それでもね食べたことないの、それ食べてみたいけど。そう、それはね、そうピザハットかな、ドミノじゃなくて。うん、ピザもう大丈夫っすすごいね、ピザの話って長すぎたね、ごめんごめん。ちょっとね、あの大好きすぎるものはね長く喋ってしまうんですよ。はい、ちょそろそろピザから離れよう、もうお腹すいた、ご飯食べたのにお腹すいたとか言っちゃった確かにピザの話でこんな広がるのもすごいけど、うん、美味しかったです本当に。あ、今の配信見てる人でピザを食べる人は果たしているのでしょうか2,3 人いそうだな。でも我慢は良くないからみんなとか言って食べる方に誘導させる。確かにもう注文してないね、そもそも。あ、スクショタイムが来たよ。なんかしてほしいポーズはある？3秒だけど。
ピザっぽいポーズ、オッケー。ピザっぽいポーズ、ちょっと後でするわ。仕事終わりになぎちゃん見られて癒しです。おお、嬉しい、よかったです。お疲れ様です。23時49分か。じゃあ55分にしよう。55分に壇上を読みます。ちょっとね、12時になったら自動的に切れちゃうから、ちょっと早めに今日は。こんな時間までなぎちゃん見るの初めて。うん、本当？まあ確かに、こんな遅くまでショールームいつもしてなかったから。そう、誕生日まで、私誕生日が今月の23日なんですけど、23日まで毎日ショールームするっていうね、イベントというか個人イベントというか企画をやってるので、今自分で。そう、今日で多分4日目とかかな、4日目ぐらいです。うん、公約的なやつ。うん、そうです。あ、5日？何日目だろう。まあ、誕生日過ぎたらやめちゃうの？全くしないっていうわけじゃないと思うけど、なんか毎日アイドルみたいのになっちゃいそう。なんか毎日やるみたいな感じになったら、そういう雰囲気を私は作りたくない うん。そう、なんか、なんていうの、必ずやらなきゃいけないみたいな雰囲気にするのがすごい嫌なの。そういう、ね、流れになると楽しくできない。なんか、そうで1日やんなかったりすると、なんか、そう、今日ショールームやんないのみたいな感じで言われるのがすごく嫌なのそう、そうそう、好きな時にやりたい。しなさすぎ、 SNS しなさすぎなぎ。まあでも確かにちょっと波はあるかも。なんかやるときほんとやるけど、ちょっと止まるときもある。てか SNS って疲れるうん。
今54分ですか。あと1分で壇上読みます。このあと寝るからいい夢見られそう。私が出てくるのかな。ねえ、どうなんでしょう。お、55分です。じゃあ読みます。13位はサンキューサンキューテンキューさん、ありがとうございます。12位はメロメロンさん、ありがとうございます。11位は本兵衛さん、ありがとうございます。10位はお坊さんアットマークひいなぎよしなぎちゃんに会いたいさん、ありがとうございます。9位はマットさん、ありがとうございます。8位は吉田アットマーク明日なぎちゃん見れるの嬉しすぎるわさん、ありがとうございます。7位はゆうたアットマーク茨城のなぎなぎ中さん、ありがとうございます。6位はサイレントディームーンアットマーク夜空の向こうさん、ありがとうございます。そして5位はカンタアットマークカンカンさん、ありがとうございます。そして4位はチエリオタグッバイまゆゆさん、ありがとうございます。そして3位はなぎちゃんの8ポーズが見たい生写真当たりましたさん、ありがとうございます。2位はセロリさん、ありがとうございます。1位は銀ちゃんアットマークなぎさ大好きなぎなぎ柱、12月10日公演見に行くね、おお待ってます、ありがとうございます。8ポーズが見たいって言っていた方がいたので8ポーズ、とピザのポーズ P、 これ反転してたらちょっと P に見えないかも。はい、ということで今日も見てくださってありがとうございました。7642人の皆さんありがとうございました。あと3分いや2分ぐらいかな。すごい顔が赤く見えるんだけど、やばい、顔が赤く見える。またね。乗った。バイバーイ。あ、待って。あ、やばい。四カ国語言うの忘れてた。やばい。待って。何言うか決めなかった。あ、アンニョン、シェイシェイ。待って、昨日と一緒だわ。チョアヘヨー、ワイニー、あ、やばい、タイ語何かいいのないですか。あ、あと1分、やばい、なんかない。ちょっとコップ
分かーは言ったことあるわ。グッナイグッナイ。すいません、また明日。バイバーイ。バイバイ。ワンアン、ワンアンはどういう意味で、ワンアン。チャオ。ありがとう。15